これもう明らかにさ、もう勝ち目ないね、ボケの方に。はい。ということで。ツッコミチームが勝ったということで。まあもうお気遣いかと思われますが、皆さんね、いつの話してるんだと思われてるかと思います。まあ遡ること、まあ約2週間ほどですかね。私、パッドの方を修理に出しまして、いや、もっとか。ごめん、もう3週間、もう下手したら1ヶ月以上の前かもしれない。パッドを修理に出しましたと。で、そのパッドの修理が、まあ、約10日後に、終わって、自分の手元に帰ってきたんですね。しかしながら、まあ、該当部分、まあ、このなんか、スティックであるとか、この、入力部分、この電源の、そこは直ってたんだけれども、肝心の Wii U パッド自体に、電源が入らない状態で帰ってきてしまったわけです。はい。これ非常に私も正直もこれはもちろんね、普段お世話になってる任天堂さんですけども、まあ、可能な限りのやっぱ交渉をして、ちょっとこれどうにかなりませんかと、交渉した結果、まあ一応急いでね、まあ、特急で、だから僕の、だからモコさんのパッドはだからと、急いでもう一度改めてその検査とか修理し直させていただきますと、お代金もいただきませんということを言っておっしゃっていただけたので、まあ、そこはもう本当に、良かったなと思ってて、で、ついにやっとね、先日、パッドが再び自分の手元に帰ってきて、なんかね、うん、なんかちょっと若干パッドも綺麗になってるし、すごい完璧な状態で変換してもらえたので、すごい満足しております。こんな感じで普通にスパルトがプロできてるんで、はい。ちょっともう、ちょっとこのニュースはもう置いといて、はい。てな感じでね、ようやく僕、スプラトゥーン復帰することができました。はい。一応、この、まあ、前回のそのフェスの分のこのサザエが、やっと今手に入ったということで、16個か。これで、だから結構厳選とかしやすくなるよな。はい、こんな感じで、うわ、走る。自由だ。俺は自由の身になったんや。おめでとう。おめでとう。みたいなね。はい、ランク26のまんまですけれども、で、上前は B と。いう中で、今日から再びスプラトゥーンの方復帰してまいりますので、皆様どうかね、まあ、軽ぬご声援をよろしくお願いします。はい、てな感じでもう普通にもう間取りガチマチの方にやっていきます。はい。はい、ガチエリアです。久々や、ほんまに久々やと思う。ガチエリア自体が、ここのエリアはこの中央部分にまあ一箇所だけエリアがあるという、まあ非常にまあだから僕にとっては結構やりやすいステージなんですよね。僕基本的にそのなんかエリア二つあるとこがすごい苦手やから。さてと、お、動く動く。あ、もうちゃんと動くわ。もう治ってくれてるわ。やっぱ任天堂さんはもう神対応やで。一回ミスってたけど。ほんまにもう一回どうなるかと思ったけども、こうやって無事にね、スプラトゥーンできることだけ。ね、もう僕はほんと幸せだと思ってますんで。この変わらないこう立ち回り、この俺の。見て、この、いけいけな、この、いて前ね。いて前立ち回り、これ。撃ってくんな、お前は。撃ってくんな、ボムを。ボミ投げつけてくんな、こら。おし、もうなんで確保されて、やる気ないねんけど、この人たち。あいしょ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 。なんか喋っとる。ちょっとこれ切ろう。パッドがたまに喋るのはちょっと気が散るからちょっと切るわ。さあ、全く、こっち反撃することがないまま終わってる、終わりそうなんですけど。これ大丈夫なんですか、これ。これなんなん、マジで。これさ、おかしいやろ。なあ。他の人な、どこにいんの何やってんのこれ。他の人は。ねえ。やる気がないんだったらもうオンライン来ないでください、ほんとに。いや、地雷にも程があります、さすがにこれは。うん。やる気ないって帰れよ、ほんま。はい、対戦の方よろしくお願いします。ちょっとね、私も
まあ、復帰一発目ですのでね、ちょっと気持ちよく勝ちたいという気持ちが先行してしまい、なかなか、まあ、自分の衰える結果にならなかったといって、暴言を吐いてしまったことについて、謝罪いたします。まあ、もう、はけてもパッドはもう本当に、パッドが壊れるともうどういう目に遭うかっていうのも痛いほど分かったんで、もう今後は本当にゆっくりね、もう自分の、まあ、エンジョイする感じになっていこうかなって。ちょ、この辺塗るか。これやっぱあっちやな、あそこになんか溜まってんねん、ゴミどもが。ふざけんなよ、マジで、あいつら。これ塗れへんの、ここ。あ、ここ塗れへんのやったっけ？あ、ここ塗れへんのやったっけ？どうやって上行くんじゃん。ここから結局行くしかないか。まあいいわ。行くか。あ、ここ誰もおらんやん。オッケー。ジャンプ！濡れ！よーし！なんで誰もこれをやろうとしないねん、マジで。ビビりすぎちゃうか、さすがに。誰もこうやって攻めようとしないんすよ、このゲームを。ストップされながらも。あと、これちょっと終わるかも、ちょっと逃げるわ。あー、だから確保されるんちゃうんって、だから、もう。キルするしかねえ。パッドが回らないと、これ。よし。もう、すぐにそう巻き戻されるのも嫌、もう、お前、もう嫌い、お前ら。オッケー、もう。あそこにやっぱゴミクズどもが湧いてるわ。もう、ほんまあいつはチキンやからさ、ああいうことしかできへんねん。なんかもう、正々堂々と攻めてこいよ、ほんま。どんだけチキンな、あの人たちね。うん、くたばっていいよ、ほんま。ここに溜まってる奴ら。死ね。当たった、よし！見た、今、俺、スーパーショット当たったよ、俺、今。なあ。オッケーナイス！ちょっと俺も行くから待っとけ。あ、相手二人死んでるな。相手二人死んでる。まだペナルティもそんなにあるわけじゃないから。俺が、よし！お前ら、頑張ってくれてんだよな。すまねえ、疑って悪かった。俺たちやっぱ仲間だ。やっぱみんなでもう力を合わせていけば勝てない相手じゃない。あー、あー、もうダメだ！あー、ごめん！これはまあ俺がもう悪かったというか、もうやっぱ不利なやつ、シューター相手に突っ込んだのが悪い。で、相手も一人死んでて、状況としてはゴブゴブなはずなんだよな。ペナルティがあるから、もう一気にこっから40ポイントくらいガッて減らせれば、まだわかんないというか。てか、まだこれ1000、よし！倒した！ナイス！カッコ！カッコした！頼む！本当にだろ！本当マジ悲しい！この試合だけは、この試合だけは勝たせてください！お願いします！パスの神様！うわっ！ああ、やばい、頼む、頑張ってくれ。バケツにちょっと出られないか、頼むから。頼む、あと一歩、まだ、よし、確保。頼む。俺もマジでかかり攻めに行くから、ちょっと本当に頼む。行ってくれ、もう、俺がいなくても。いや、ストップされた。まだ。マジかあるわ。焦んなよ。マジかある。あと一歩あれば、何ができる、あと一歩あれば、もうあそこ、あいつなんか進まへんぞ、なんか進まないと。よしよし、倒した、あ、確保するんだ、お前ら。スプラット、よし、確保した、また、な、抜け、よし、逆転した、ただ、よし、ありがとうございます。勝たしてくれてありがとう。ヘビでいてくれてありがとう。
やった、ほんとに、まあ。キル数で言ったら巻いた方が圧倒的に多いんだよな。だからそんな中で、やっぱ自分自身、果敢に攻めていけたっていうのは、かなりまあなんか、なんですかね、勝ったっていう実感が湧く、結果だったのかなと、思います。はい。まあちょっと病み上がりですので、今日のね、この辺で短いですけども、終わりにしますけれども、またちょっとスプラトゥーンの方はね、継続して頑張っていこうと思いますので、はい、みんなマリオメーカーやってるんですけど、僕スプラトゥーン頑張っていくんで、応援の方よろしくお願いします。はい。